ウバ茶仕様の紅茶キャラメルとプレミアムミルクキャラメルを食べてみたいと思います。結構今までもキャラメルをいろんな味を食べてきたんですけど、今回は紅茶と最近出たのかな、このプレミアムミルクキャラメル。まあプレミアムと言ってもミルクキャラメルは普通の王道な、味がすると思うんですけど。わ、色が違う。あれ？普通のキャラメルは、ベージュですよね。ちょっと茶色っぽいかも。いただきます。キャラメル食べて歯の詰め物が取れたことがあるので、ちょっと気をつけつつ食べたいと思います。茶色い色の割にはそんな苦い感じではなくて、ミルクっぽさはあります。ただ若干カラメルに近い風味っていうかもなんとなく、これは普通のミルクキャラメルと一緒に食べ比べてみた方が違いがわかるのかもしれないですね。では、まだ口の中に入ってるんですけど、こちら紅茶キャラメルを食べます。なんか色つぶつぶと紅茶の茶葉なのかな、なんか点々が入ってますね。いただきます。わっ、食べた瞬間からおいしい。ミルクティーが好きな人はこれ好きだと思います。ミルクティーキャラメル、美味しいですね。滋養豊富。これなんて書いてあるんですか。風味絶果紅茶キャラメル、ミルクティーの味なんですけど、よく、最近見かける、なんか、茶葉が濃いみたいな感じのミルクティー。ロイヤルミルクティー。なんかとても茶葉の味がしっかりとしています。香りがいいですね。はい。美味しいキャラメルでした。おしまい。